釣りの積載こんな感じですね。今日はね台風のうねりが強くてあんまり釣りにならなかったの正直。まあもしかしたらこうなるかもなんか思いながら一縷の望みをかけたんだけどダメでしたね。まあ当たりはありましたけどね、多分フグとかベラとかそれ系のコンコン来る当たりだったんで多分カサゴとかじゃないと思いますね。フグばっかだったしね。このタバコ俺じゃねえよ。これあのホームセンターの塩ビパイプってあるじゃないですか、グレーの色したこういうああいう配管あの水道の配管みたいなやつ、あの塩ビパイプコーナーにこの丸くて底があるバージョンと何も底がないまん丸の筒のバージョンと2つあったんでそれを組み合わせて、でもそのままだとカポリはまってくんないんで穴開けてこれとこれ穴開けてこの L 字のステー、ホームセンターで L のこういうやつを2つ買ってきて、で 穴開きの L 字のステーなんでここに2つ、あとここに穴、塩ビパイプに穴開けて2つでこう背中合わせで L 字をやったんですよ。であとこういうこうなっててこうなってるステー、これが開くんですよ、こうミーンって。今こうなってるじゃないですか、ここに丸があってこうなってるけどこう開くんですよ、これ取れば。だから外す、これ外してここに巻きつけて、でここにもともと穴が開いてる L 字のステーなんでそこにネジを入れて止めれば、このこれもくっつくしこれもくっつくし、でここにステー、もう傷ついちゃうかもしれないけどあんま気にしてないっす。俺のまた味が一つ増えるなって感じで、あの釣りから帰ってきていちいちこうレンチで外すのめんどくさいじゃないですか。だからレンチを使わなくても開け閉めできるようにこの超ネジってやつですね、普通のこういう六角のナットだと工具使わないと閉めたり開けたりできないじゃないですか、きつくやんないと緩いところ飛んでっちゃうんで。だけども超ネジっていうや頭のネジにすれば手でね閉めたりできるようにこうちゃんとこの取っ手がついてるんで、超ネジこんな感じです。他にもね100均の傘立てとかドリンクホルダーとかを使ってこういうロッドケース、ロッドを刺すバイクに刺すようにしてる人がいますね。マジックテープでひとまとめにして、ここでもまとめて、でさらにここでもまとめて何点かマジックテープで固定してます。 SW4 はこういうねタンデムグリップとかパイプが結構あるんで、あと収納もあるしね、こういうところに引っ掛けたりとかで、これも一番大きいサイズ買いました。バイク用品店とかのツーリングパックコーナーにいくらでも補助ベルトが売ってるんですけど、でくちゃっ ってもう一個こうバッテンにしてこうつけてるだけです。クーラーボックスを使い始めたことによって土台がしっかりするんで、土台さえしっかりしとけば上にこうやって適当に乗っけてもリュックなんですけど、まあ背負ってもいいんですけど疲れるんでリュックは背負いたくないんでこうやってくくりつけてます。でネットだけではちょっと不安なんでこの補助ベルトを使ってます。まあネットでもだけでもね、この固定の場合でこの固定っぷりだと大丈夫と思うんですけど、一応怖いんでくくりつけてます。もうこれでね、あの自動車専用のバイパスとか走ってますからね、西湘バイパスとか高速多少走ってますからね、問題ないっすよ、バッチリです。誰だよこんな、マルキンか。エスタブランは釣りに行くのに荷物詰めていいんですよねって言うんですけど、エスタブランの開発されたのは基本的に街乗りに適したバイクとして開発されたのはこれなんでね、なかなかそこそこ希少なバイクなんで、こんなバイクで毎週のようにね釣り場まで行ってる場合じゃないとは思いますけどね、釣りに使えるバイクではないですね、少なくとも釣り場で見たことは1回もないです。まあでもあの忍者250、台車でレンタルで出た忍者250スポーツバイクでもう釣りに何回か行きましたし、それに合わせて固定してね GL500 でも釣り行きましたし、しかも GL500 なんて本当に荷物詰めないからね、改造されててシングルシートだしフェンダー荷物乗っけられるような強度じゃないんで、すっげー無理やり荷物積んで、しかも浮き吹かせっていう磯釣りのねすっげー荷物が多いやつの釣りなんで、けど GL500 でも磯釣り行ってましたからね、浮き吹かせ釣り。だからまあ車種問わずやろうと思ったらいけると思いますよ、工夫すれば。そのままネットにいろいろ転がってるんでやってみてください。以上です。